週間のお天気をお伝えします。梅雨前線が東北付近まで北上し、北日本、東北でしたり北陸付近を中心に14日金曜日、15日土曜日にかけては雨が降りやすくなります。特に15日土曜日では東北、日本海側を中心に大雨となる恐れがあり、警戒が必要です。最新の情報をご確認ください。西日本や東日本でも雲が広がりやすく、雨の降ることもありそうです。その後は西日本、東日本では日差しが届く日が多くなり、梅雨明けの発表もあるかもしれません。そして気温が上がり、35度を超える猛暑日となる日が多くなる予想です。3連休は特に気温が上がりやすくなりますので、万全な熱中症対策が欠かせません。北日本、東北エリアは雨が続きやすい予想となっていますので、最新の情報をご確認ください。詳しい情報もお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。